ダニエル・ウルゼー・ボーヒーズは、アメリカ合衆国の政治家。民主党所属のインディアナ州選出上院議員。南北戦争期には、反戦主義のコッパーヘッドであった。オランダ系の父スティーブン・ピーター・ボーヒーズ、アイルランド系の母、レイチェル・エリオットの間に、オハイオ州、バトラー・グンディバティングンクで生まれた。幼少時代に、インディアナ州、ホンテイン軍、ビーダーズバーグ近くに転居した。 1849年にインディアナアシュベリー大学を卒業した。1850年に放送会入りし、コビントンで弁護士を開業。1857年にテレハートに転居した。1858年から1861年までインディアナ州の検察官を務め、1861年から1866年。 および1869年から1873年まで民主党からの連邦会議員を務めた。1877年から1897年までは上院議員を務めた。南北戦争の間、彼はコッパーヘッドとして反戦を唱え、おそらくはゴールデンサークル騎士団に所属していた。しかしながら、クレメント・バランディガムのような求心主義ではなかった。 ありがとうございます。